ここ見晴らしはいいかね。この前うちのお母さんがウォーキング始めるって言うから南区のホームページに載っていた史跡散策路を一緒に歩いてきたよ。南区役所から笠寺観音、戸部神社、鎌倉街道をめぐって予備釣り駅まで5キロくらい歩いたんだけど、ヘトヘトになっちゃった。へえ、頑張ったな。そのあたりは旧東海道沿いだから結構古い町並みが残ってるんだよな。うんうん、昔ながらの町並みや路地裏なんかもあってすっごくレトロな雰囲気が良かったよ。そもそもどうしてこの地域に古い町並みが残ってるのか知ってるか？なんでだろう。ずっと昔からこの地域には集落があったんだよ。笠寺観音の近くに三原市大考古資料館があるよね。あそこの学芸員さんに教えてもらったんだけど、この辺りでは縄文時代よりも昔の石器が出土していてね、ちょうど南たちが歩いた一帯は笠寺台地って呼ばれていて、大昔から人々が村を作って生活をしていた遺跡が残されているんだ。へえ、知らなかった。平野部では明治以降の基準で町並みが整備されたんだけど、台地部分は昔ながらの細くて入り組んだ道と木造の家が密集したまま今に至っているところが多いんだよ。そうなんだね。風情があって後世に残していきたい大切な町並みではあるんだけど、ひとたび火事が起きるとどうなると思う？ブーン、木造のお家が多いし密集してるからお隣にも燃え移っちゃう。でも今は消防車がたくさんあるし、太郎くんたちもすごく一回訓練してるからきっと大丈夫でしょ。おお、任せろと言いたいところなんだけど、木造の家が密集している地域で火災が発生すると道幅が狭くて消防車が通れなかったり、気象状況が影響して燃え広がり大火災になったケースも実際にあるんだ。わわわわわ、なんだか人事じゃなくなってきた。そう、それに南区は名古屋市の中でも高齢者が多い行政区。火災による死者の7割は高齢者という統計にもあるように、高齢者が多く住んでいる古い町並みの地域ではより多くの命や財産を奪ってしまう危険があるんだけど、そんな古い町並みでもあちこちに街灯消火器が設置されていたり、消防団をはじめとした地域の方たちが火災予防広報や日々の訓練に頑張ってくれているんだ。そうなんだ。大切な町並みを守るためにも地域の皆さんの防火意識の向上をお願いしたいね。南の方から PR よろしく。はーい。火災を未然に防ぐためには日頃の対策が大切です。火を使っているときは絶対にその場を離れないでください。コンロ付近の燃えやすいものを整理整頓しましょう。いざというときのために消火器具を準備しておきましょう。火災を早期に発見するために住宅用火災警報器を設置しましょう。南区の古い町並みを大切に守っていきたいですね。